あなたが初段の方対戦チャンネル登録よろしくお願いします。さあ試験飛車よろしくお願いします。さあ今日はちょっとですね次の一手やめますあの思ったより視聴回数が伸びませんでした。うん、でまあそんなにこう皆さん見ていただいてる感じじゃなくな感じじゃなかったのでちょっともうやめます。うん、まあ自分もね楽しかったらもうちょっと続けてるんですけど、やっぱりね僕気力が多分3段じゃないんですよおそらくなんでねこう3段じゃないのでちょっと強い人みたいに解説できないっていうのがまず一つで、あまりこう楽しめないというか、うん、自分が楽しめていないんでそこが一つあとまあ、こんなこと言ったらあれですけど編集にちょっと時間がかかりすぎるっていうのも一つ、うん、やっぱり真面目なやつなんで下手なこと言えないなっていう、そんなこう気持ちが働いて編集にすごく時間がかかるんで、それも理由の一つですね。うん、パンツを脱ぐなんで、まあ1日に2回とかね投稿にしようかな。うん、昨日夜次の一手と、ね、無敵囲いの動画を上げたんですけども、もう顕著に現れました視聴回数ね。全然こうそんなに見ていただいてないと。これはねちょっと僕のモチベーションがなくなりました次の一手に関するモチベーションがなくなっちゃいました。まあそれはしょうがないですね。うん、なんで昨日で次の一手は終わりです。10回頑張りました10日ほど頑張らせていただきましたが、ありがとうございました皆さん。ということでこれからもよろしくお願いします。で毎日どうしようかな。仕事が始まるまでは時間がありそうなんで1日2回投稿しようかなと思います。お、桂馬飛んできた。悩ましいですねこれ。悩ましい、これめちゃくちゃ悩ましいな。相手取らないのが良さそうな気がするんだが、取ると同銀に対して、同銀に対して5五歩と取ったら同角となしてきて3七の桂に当たるっていうちょっと嫌な感じなんですよね。ここでいこう。うん、6六の金は多分助かりますね。多分よ多分ですよ。歩打たれたら飛車を転換しましょうか。うん、これ転換しといて、これ同角同銀同角同角でいきます。で同銀で、さあどう来る。難しいですねこの局面。お、と金になってくる。ん？取ると？角打ち？はははは。は、これはちょっとこっちに行くしかないよな。なんかちょっと嫌な感じがしますね。角成られて、6七の地点に馬が来ると、すごい嫌だな。でも角成りは桂馬の隣しかないんか。ってことは
チャンスなんじゃないか。単に架空狙ってみるか。7分7分7分単に狙うがいいかな。単に狙ってみよう。相手の手を咎める系でいきます。あ、そうそう、まあ以前実家の近くに引っ越すっていう話をしたんですけど、とりあえず引っ越したんですよ。引っ越したんですけど、ちょっとね、通信環境が悪いのかもしれないこの家家に Wi-Fi もともとついてるんですけども、なんかその Wi-Fi でやるとちょっと通信環境悪くって、これどうしたもんかなっていううん、まさかの通信環境悪かったですね。これ振って引いてきたら三三角成としましょう。で来るので、ああ微妙かこれ。まあいいや。なので通信環境をまずどうにかしないと、今度ライブ配信とか、まだパソコン買ってないんですけど、するときにすごい支障をきたしそうで、すごい嫌なんですよね困っている、困ってるんですよ。飛車いじめに行くのが筋な気がするな。相手が不義入れのうちに飛車をいじめに行く。で逃げたら5四歩としましょう。5四歩で受けにくいんじゃないの。そうなんですよ。なんで通信環境を整えるためにポケット Wi-Fi か何かこう強い回線を新しく契約するかっていう話になるんですけど、それをどうしようかな全然調べてないんですけどね。でも引っ越し作業はほぼほぼ終わりかけてます。もう段ボールもあと4箱ぐらい。うん。あ、嘘です。8箱です。うん。8箱ぐらい。まだまだでした。いや、でも20何箱あったんで、だいぶ減りましたよ。うん。段ボールは減りました。まあ、お金がどのぐらい余るかっていうのと、あとは、余ったらパソコン買いましょうっていう感じなんですけどね。パソコン欲しいなパソコンが買えるかどうかなんですよね。多分買うとしたら正月のセールの時に買おうかなっていう感じなんですよ。うん。なんで、まあそれまでは1日2回投稿しながらっていう感じですかね。あとはまあ今後はそうですね、違う戦法もちょっとやってみようかな。なんか右玉この前やったんですけども、ちょっとだけ反響あったかな。僕の中では反響あったんで、うん、僕の動画の中では視聴回数が多い方だったんで、ちょっといろんな戦法やるのもいいかもしれませんね。うん。これどうするんだ？これどうしようかな。遅いかな。遅いかな。金で攻めるのは遅いかな。あ、銀出てくるってことこれではないか。まあちょっとカウンター気味の手でいきましょうか。うん、桂馬で来るんか。うん、これ取ってどうなる。これ飛んで、いやーなんか微妙ですね困ってるのか、困ってるのかこれ。まあ、一回銀にリーチしてみますか。これどうされる？どう受けてくる？お！
あー、馬聞いてるんか。馬聞きは見えてなかったな。やばくない？それそれやばいんじゃないか。全然見えてないな。見えない見えない見えない。手が見えない。なんか引く手しか見えんかったわ。あー、取られた。30秒。これ取って。なんか相手がミスってくれたかも。そうでもないんか。ちょっとこの辺からしちゃうと。これは銀打ってどうな。これが罪ですね。ありがとうございました。Good game. ということでね、次の一手やめましたんで、よろしくお願いします。1日に2回投稿させていただきますんで、よろしくお願いします。それではありがとうございました。